子を出産。名前は二人でリーサちゃんとつけました。赤ちゃんが生まれてきた時、パパは病院中に響く声で泣いたそうです。生まれてきてくれてありがとう。俺が命を懸けて守っていくから。パパになった川崎にラッキーな出来事が。3度目のタイトル挑戦のチャンスが舞い込んだのです。この時35歳、ラストチャンスかもしれません。優香さんは川崎をぐっすり休ませようと夜中もリーサちゃんをあやしてきました。子育てしながら一緒に戦ってきたのです。試合まであと5日。優香さんが練習場にリーサちゃんを連れてきました。はい、寝てます。なんだかパパの顔が崩れてしまいました。おー怒った、おー怒った。赤ちゃん寝て起きないよ。かわいい。耳も結べて。試合用に作った鉢巻きにはリーサちゃんの名前が。お父ちゃんまだ下手くそなんだよね。ちょっとね宝物のようにそっと。大丈夫、リータンです。だってさ、リータンにさ、まだね、口にチューしちゃいけないんだってだからしてないんだよね。でも見てないところでたまにチューってやっちゃっていいかとか思って。かけがえのない命を抱きながらパパは誓います。今度の試合は何かな、お父ちゃんの生き様を見せるっていう気持ちで戦います。そしてまた命がけの戦いが始まりました。地上最高の移動空間へ、世界初アラウンドビューモニター搭載、ニューエルグランド。今ならオプションプレゼント。僕は今生まれて初めて毛穴を洗いました。超極細毛が毛穴の汚れを取り除く、頭皮環境正常化システム、プロテクヘッド誕生。未来の自分へ、ライオンから。嫁はんにバレたんですわ、あちこちの借金。もうまとめて返します。借金は怖い。関西人になろう。東京スター銀行のおまとめローンバンクベスト、0120821154。貸出実施には審査があります。やっぱり犬泉くんも美党派。え、引き立て美党派ですか。さすがですね。うまいのは引き立て美党ファイヤー。いやでも君飲めないじゃん。川崎には試合前必ず訪ねる場所があります。お父さんの位牌が置かれた実家です。あれしたいんだけど。父親になったこと、そしてまたタイトルに挑戦することを報告。
まずリータンのことを、ね、リータンとユーカちゃんを見守ってください。反抗ばかりしてたけど、やっと分かった親心。決戦の日が来ました。よし、じゃあお父さんチャンピオンベルト持って帰ってくるからね、いいだね。子供を守る強い父親になると誓いました。負けられません。リーサちゃんを友人に預け、優香さんも到着。張り出したのは、不当不屈諸子貫徹と書かれた横断幕。亡きお父さんはここから檄を飛ばします。過去は消せません。でも今を懸命に生きることならできます。1年前と同じカード、予想はチャンピオン絶対優位。でも観客は川崎に期待しています。ハブコーナーより挑戦者川崎克樹選手入場です。川崎達樹。夢の扉は今度こそ開くのでしょうか。序盤戦、チャンピオンがリーチを生かし主導権を取りました。気をつけて、打ってて、気をつけて。打ち合わなければ勝機はない。川崎はパンチをもらうのを覚悟で距離を詰める作戦に。得意のフックを振っていきます。チャンピオンのストレートが顎に入りました。立ちましたが、ダメージが。大声援に押されて川崎がまた行きます。愛らしく美しい7人のプリンセスの願いが氷の上で花開く。プリンセス最新作ディズニーオンアイス、プリンセスドリーム、チケット好評発売中。イノベーションフォートモロー。困った時はいつも母がいた。行っちゃったね。はい、1リットルこれで 25.5 キロ走れるかも。だから俺ミラじゃねえし。大人がキュンとくる低燃費ダイハツミラ。こんなに走れるとは思わなかった。で、よしよし、え、何ですか？グリグリ。無料ゲームは GREE.JP。 グリ。大人の男へ、自分を極める、税を極める、上質を知る男の肌へ。 DHC フォーメンハイライフ、もっと上。 DHC フォーメン。待ち合わせ1時間前に着いてしまった。そしたら30分前には全員揃っちゃって。俺たちこんな仲良かったっけ？いつの間にね。クラブ競馬。ラミシールプラス新登場。その効き目を実感ください。刷新筋力プラス快眠鎮静力ラミシールプラス新登場。生還率 0% の救出作戦。味方はたった5人。最後の戦場は何を与え何を奪うのか。ランボー最後の戦場、さらばランボー。
ああシベリアはまだ遠いぞ。もうダメ、太鼓なしでこいでくれ。レッドブル飲みなよ。心も体もシャキッとするよ。ほらみなぎってきた。シベリアなんか忘れてハワイへ行こうぜ。冴えてるね。川崎3度目のタイトルマッチ、6ラウンド、川崎2度目のダウン。でも全く諦めていません。チャンピオンラッシュ、危険なパンチが立て続けに入り、レフリーが止めました。前回と全く同じ6ラウンド TKO 負け。しょうがないね、頑張って。今後は世界に打って出るという石田選手、どうしても日本タイトルに届かない川崎選手。二人のファイトを称える拍手の雨。川崎は胸を張ってリングを降りました。試合後、チャンピオンが訪ねてきました。 ありがとう。マグツイはいらない、本当に。ありがとう。頑張りやすい、世界取ってよ。頑張って、本当、はい、ね、はい、俺ね、時間ある時でね、絶対応援に行くから、はい、ありがとう、ありがとう、本当、殴り合って生まれる友情もあるのかな。まとっとくだな。そして、思わずこぼれた一言。日本チャンピオンになるのって難しいですね。自宅ではリーサちゃんがいつもと変わらない天使のような顔で待っていました。さあパパどうする。でもいいよね、お父ちゃん生きてたしね。エンタの神様、今をときめく実力派芸人から期待の超新星まで大集合。エンタの神様、こうご期待。7 days pure water crystal geyser。 燃え立つ赤、滴る緑、奈良春日大社、山も森も風も水も人も、1300年共に生きてきたもの、帰ってきませんか。今再びの奈良へ。言葉に出して先生に言いましょう。ジェネリック。先生、ジェネリックにしたいんです。しましょうね。品質と安心のジェネリック、東和薬品です。受け取ってプレゼントだよ。パチンコ冬のソナタ2。カメ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 サワーカメ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 サワーズカメ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 サワーズ。Nets, make the style. Shigen, the power luxury, Belfire. 約束を守れず負けて帰ってきたパパ。チャンピオンベルト持って帰ってきて、ベルトとリータンとユウカちゃんと。で寝ようって計画してたんだけどな。
でもいいよね、お父ちゃん生きてたしね。またね、できるように頑張ればいいからね。もう、よし、じゃあお父ちゃん頑張るぞ。そうしている間に日付が変わり、川崎36歳の誕生日に。36歳でおめでとうございます。10年過ぎて、おめでとうございます。ボクサーの定年まであと1年。まあちょっとチャンピオンになって36歳を迎えるはずだったけど ね、また挑戦者になれるように。36歳になってチャンピオンを目指すと、試合までボクシングに専念していたパパが子育てを手伝い始めました。夢は手に入っていないけど幸せを抱いています。今回の敗戦で川崎のランキングは1位から5位に落ちました。また這い上がるのは厳しいけどやるしかありません。ボクシングのファイトマネーだけでは食べていけません。川崎は毎週土曜日、練習の後焼肉屋さんでアルバイトをしています。ご心境お願いします。ユッケ、タコ刺し、キムチの盛り合わせ、レバ刺し、各一丁です。夜の9時から夜中の2時までのアルバイト、練習で疲れたなんて泣き言は言っていられません。これからリーサちゃんには何かとお金もかかります。家族を守る、リングの上と同じパパの戦いです。ここは東武線の八塚駅です。このホームから、あるいは電車の窓から、有沢ボクシングジムの様子を見ることができます。サラリーマン、あるいは学生の皆さん、自分の夢に疲れたらちょっと目を向けてみてください。汗を流す若者たちの中に36歳の川崎辰樹がおります。ボクシングの定年まであと1年、最後の最後までもがき夢を追う彼を、私たちはこれからも見つめていこうと思います。誰でも人生という長い道ではつまずき転ぶことがあります。大切なのは起き上がり、また前を向くこと。そんなことを川崎辰樹の生き方は訴えかけてきます。リングの外でも KO 負けしている人はたくさんいます。でも諦めちゃいけない。歯を食いしばって頑張っていればきっと変わることができるから。はい、行きます。天国のお父さん、息子さんがあったかい家庭を作りましたよ。ねえ、なんで今までなかったんでしょうね。お昼のトリートメント、昼間になるとこの辺はいいんだけど、こっちに来るほど気になって。新しいパンテーンで始まるお昼のトリートメント週間、外出先でも使えるトリートメントが無防備な昼間の髪にしっかり浸透。髪を守ってくれる、そういうお守りみたいな存在。包まれてるような、守られてるみたいな。包む、守る、14日間、パンテーン。いつまでもちょいワルスタイルを貫きたい。でも痒いものは痒い。塩酸ブテラミン配合で1日1回痒い水虫に効く、ダマストン MX2 サトウ。ミネア混合肌のあなたに潤いバランスを整える日焼け止め、フェイスバランスミルク SPF50 でさらっとしてるのにみずみずしい。よし、ニベアさんフェイスバランスミルク。